これはお酒に合うグルメをこよなく愛するある主婦と、お酒が大好きなズボラ女子、こじらせ男子、それぞれの乾杯物語。主婦あさみの乾杯グルメ、時々アスカとタクト。今回は主婦あさみの乾杯グルメ。カレー好きの、カレー好きのためのカレー好きによる乾杯グルメ、夏カレー始めました。ルーに溺れろ、ノーカリーノーライフ。そこにカレーはあるのかい？聞いたことある。さあ、というわけでカレーカレー言うとりますけど、あさみさん、今年の夏カレーご紹介お願いします。はい、今回はですね、島らっきょうをたっぷり使ったカレーをご用意してますよ。島らっきょうのさっぱり夏カレーでございます。島らっきょうのカレー楽しみですね。それではいただきます。カレーながら上手に、おいしい。なんだろうな、この懐かしい味は。夏カレー、今回は島らっきょうをたくさん使って甘みをアップ。市販のカレー粉とヨーグルトを使うことで、どこか懐かしいお母さんの味、そして暑い夏にぴったりなさっぱり夏カレーに仕上げているんです。カレーがオイラを呼んでる。さあ、夏カレーに乾杯。あー、美味しいな。夏カレーが俺を呼んでるし、俺の愛しのアサミンも俺を呼んでる。最高、スパイシー。カレーに舞う。この放送は、美味しいグルメにはやっぱりアサヒスーパードライ、アサヒビールの提供でお送りしました。